テティサウルス赤は、モササウルス科の赤であり、後期白亜紀の海洋に生息したユーロコメの、そういう未類である。テティサウルス赤の属は北アメリカ大陸とアフリカ大陸から発見されており、パンノニアサウルスとテティサウルスの系二属のみが、知られている。かつては、ヤグアラサウルスとラッセロサウルスが、テティサウルス赤に分類されていたが、ロメオサウルスと共に、新たな赤である。 ヤグアラサウルス赤に再分類された。禁煙なヤグアラサウルス赤と同様に、テティサウルス赤はすべてプレシオペダルだった。テティサウルス赤は、シューロニアンの時代に出現して、サントニアンで絶滅を迎え、おそらく他のモササウルス化の赤との生存競争に、敗れたと考えられている。テティサウルス赤の語源は、テティサウルス属に由来する。 パンノニアサウルスの骨と復元テティサウルス赤は原始的で小型から中型のモササウルス化であり、モササウルス化の進化史において初期段階の時期に生息していた。テティサウルスは全長約3メートルで、パンノニアサウルスは6メートルに達した可能性がある。彼らの死死はプレシオペダルの状態であり、後のモササウルス化ほど海洋での生活に適応しておらず、 厚みのない体をしていたと推測されている。パンノニアサウルスは唯一淡水の堆積層から発見されたモササウルス下波虫類である。マキャディエトールではもともとテキサウルス赤はテキサウルスの副菜とラッセロサウルスコヘニの最も新しい共通祖先とそのすべての子孫として定義されていた。ラッセロサウルスは現在ヤグアラサウルス赤と考えられているため この定義に従うと、ヤグアラサウルスもテティサウルス赤へ分類されることになる。テティサウルス赤の明瞭な特徴を以下に列挙する。テティサウルスは、テティサウルス赤で、最も代表的な属であり、部分的な骨格も複数知られているため、赤の名称はこの属に由来する。本来の定義は、テティサウルスのプスカイトラッセロサウルスコヘニの最も、 新しい共通祖先とそのすべての子孫である。下のクラドグラムは、マキャゲー・エトールに基づき、テティサウルス・アカ内の関係を推定している。ヤグアラサウルスとラッセロサウルスは現在ヤグアラサウルス、赤の属と考えられており、ラッセロサウルスとロメオサウルス及びヤグアラサウルスの、最も新しい共通祖先と、そのすべての子孫として定義された。フォーセロワークス、テソソリニー、 fossilworks.org 2017年8月22日閲覧。abparc, Alessandro Coldwell, Michael W., Papa Cuni, ch Chesare A, A New Genus and Subfamily of Mosa Sauce, From the Upper Crateatios of Nozani Italy, Journal of Bartabroto Paleontology 33, 599,612土井 10.1080、10. 10 272万4634.2013、73万1024、一瞬0272から4634、ABCD マキャディ、ラースロー・コールドウェル、マイケル WOC、アッティラ、ザ・ファースト・フレッシュ・ワター・モッソロイド・アンド、A ・ニュー・クレイド・オブ・ベーサル・モッソロイズ、プローズ・ワン・ナナ、E ・5万1781、ドイ、10.1371、 ジャーナル、ポネ、0051781、ビシュン1932から6203、プミド2328万4766。ありがとうございます。